1410円。いいね、俺それ打ってみたいな。今、アイアンもすぐ売れてるのよ。 I210、G210、I500。 去年すごい売れたの。でもね、完成モーメントめちゃめちゃでかい。ゴルフ始めますよ、じゃあクラブ買いましょうなんていう方がいて、あの男性の方だったら真っ先に進む、うん、でいい、ね、特に P さんの場合って1本単位でクラブ買えるんで、例えば僕、ね、よく進めるのが、例えば7番とピッチング最初2本買って、で1ヶ月間その2本で練習して、でそれができたら今度8番と6番とか9番と5番とか、なんかそんな風な感じにして3ヶ月かけてアイアンと揃えてもらうっていうの結構多いです。へえ、ほらお金がなくてでも練習始めたい、でもセットは買えない、で単品で2本買えば、でその2本だけ一生懸命練習してれば、まあ、友達になる。なるほど、はい、今からでも遅くないから7番とピッチングでやり直してもいいかもしれないでもやっぱりそういう時期って必要というか、あのゴルフ場行った時に困った時のこれみたいのがあるのって結構強いと思う。僕なんかも始めた、ゴルフ始めた最初はピッチングで練習して7番アイアンで、7と P だけでゴルフ優しい気はあったので、今 I210 を打った後にこれやってるんでより高いなって感じますね。5ヤードぐらい飛んでるかな。あの決してこれ飛び系とかじゃないし、あの、いわゆるスイートスポットの広い、あの寛容性の高いアイアン、ロフト角30度、結構ね、あのフェース面弾いてる感触は若干あるんですけど、かといってそのキンキンカンカンしてる感じじゃないし、人によっては柔らかいっていう感触をこう覚えるでしょうし、やっぱね、僕らが受信距離が長いんで引っかかんないっていうイメージなんですね、さっき一緒にボーナス105なんです。だからあのアイリアグ10のテストとあの条件はほんとヘッドだけ違うな。優しさを感じますか、 I210 と比べて。直進性を感じます。直進性ね、あの I210 も優しいので、正直210と410を410のが優しいって感じる方ももちろんいると思うんですけど、割とそれって見た目の大きさだったりとか芯を外してもって話になってくるんですけど、ある程度打てちゃう人からするとどっちも同じぐらい優しいので、あとは210の方が球も上げやすい、410の方が直進的で、そんなイメージ。とにかくやっぱ球上に立った方がいいですよね、うん、結構打点のブレにも強いんだよね。あのやっぱり210よりこっちの方がそのどこを当たってもまあそれなりに球いくっていうか、あのなんだったらパー3で池越えとかでティーショット少しダフリ気味に噛んであっと思っても池越えてくれるみたいな優しさがあります。ちょっと先っちょ打ってみますか、うん、この寒空の中にちょっとこれマーベリックの宣伝そういうことじゃなくて変わんないね今結構先だよ、これで距離は若干落ちてるけど、グリーンに乗るか、手前に親はどこだっけ、ヒール怖いな、ヒールはやめようよ、飛ばないっすね、飛ばないっすかでも多分池は越えるんじゃない、もう池がある設定になってますけどあ、飛ぶでしょ、ちょっと飛んでる、さすがだ、6ヤードぐらい、あとちょっとこのマットの上なんで打点の上下のブレまではちょっと低いのぐらいしかできないんですけど、じゃあ薄いのは大丈夫でしょ、薄いのは得意技でしょ、うん、浮いちゃう浮いちゃう全然関係ない何の問題もない、何の問題もない、そうなんだ、薄くても上がんだね、例えばじゃあこれで低く打てるかとかって話になってくると思うんですよね、低くも打てるし、タップ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 、
やりづらいのは球が曲げづらいぐらいかな。石井さんがね、7番打てるのはもう今日2回目の2回目、しかも連続言わずもがななんでちなみにこの辺4番まで20.5度。ああ、そうなんだ。じゃあまあほぼほぼロフト的には3番アイアンみたいなロフトなんですね、うん、まあでも打てるよね、うん、今までの流れからして。そうだね。で結局これもあれですよね、アイニアクジューと一緒で、あの YouTube の方のコメント欄にぜひぜひこれを打ってっていうリクエストが多かった。あのリクエストが多いのは頑張ってやりますんで。そんなこと言わない方がいいね。あと来るよ。できるものはあのあとジクラブは誰か送ってください。そんなこと言ったら送られてくるんだよ。送ろうかなとかって言ってた人いたよ、本当に。石井さん、仮パクするかもしれない、ね、石井さんに貸したの、シダルジュに貸したのに帰ってこないよ。はぁ、飛んでるね、これ。昔の4番アイアンはさ、ピューンってこう、失速してフックしたりとかがあったわけですよ。あれならそんなに手がいいんじゃならない。強いて言うと7番アイアンの時には感じなかったんですけど、4番アイアンはちょっとここが気になるかも。あで僕これ気にしないタイプなんで、はい、いいんですけど、7番アイアンの時にはこのバックフェース側のこの後ろ側が見えないんですよ、はいはい、でも4番アイアンだとちょっと見えるんです。でこれを気になっちゃうっていう人は一定数いるかなっていう気はするんで、あとはまあね、4番じゃなくてユーティリティ入れるってチョイスもあるんでしょう、うん。困るね、ちょっとアプライなのかな。あのアイアン型のユーティリティ20度と、はい、このアイアンの20度だと、はい、クロスオーバーと比較、まあ、クロスオーバーもあるし、世の中にあるアイアンのユーティリティとちょっと比較すると、このアイアンならではの特徴ってありますか。クロスオーバーと近づ、まあ、まずクロスオーバーから説明すると、クロスオーバーの方が少し右に逃げる感じはあります、はいはいはい、それと比べちゃうと、ね、はい、こっちの方がちょっと捕まるなっていう、今2発ですけど、はいはい、実はこれの4鉄打つのは僕初めてなんで、うん、あ、こんな感じなんだ。基本ちょっと重ながな気がする。そうですね。G410 アイアン自体。ピンは割とでもアイアンやっぱ重ながに作ってくるんで、うんうん、重心距離だったりとかの配分もあると思うんですけど、あのいわゆる何鉄とかの1枚目のアイアン使ってるのは少しちっちゃめ、短めですけど、ピンとか少し長く感じる。でもそれはまあ、ね、慣れなのか好みなのかあれですけど、でも逆に言うと4番アイアンだけどフェース大きいんで、まあ、当てやすいっていうのはあるかもしれません。まあでもフェースが開きやすい人はなるほど、ちょっと好き嫌いが出るかな。ちょっと今2発続けて引っかかっちゃったんで、うん、ちょっとじゃあ石井さんはあのシャットに使える人なので、右から行ってみましょうか。うん、悪くない。プッシュアウト気味、あんまり、まあ、正直操作するっていうよりはまっすぐドーン直線番長でいきたいタイプのクラブだろうなと。あとはあのロングアイアンだけ来角変えるとかっていうのもできるでしょうし、その辺の微調整はあれだと思うんですけど、ね、1本ずつ来角変えられますから、例えば割とこうプロのクラブフォアツインザバックとか見てると、ショートアイアンだけプラスにしてるとか、そういう方も結構いらっしゃるんで、そう、微妙にみんな変えてるんですよね、はい、そういうので微調整でできる。ちょっとパッと構えてちょっと動画浮いてるようにはまあ実際見えてるんで、少し捕まるかな。調整したらこんなもんです。じゃあ終わりにしよう。痛まんです。だからあのゴルフを始める、まあ、初級または、うん、100切りたい90切りたいぐらいの方だと、正直シングルになるまでこれでも僕いいと思うんです。なんならシングルになってからでもこれでもいいし、あの実際僕がレッスンしてる方でクラちゃんの予選とか普通に通ってくる方でも G410 使ってる方もいらっしゃいますし、だからあのなんていうのかな、アイアンにそうストレス感じたくない、球上げてほしい、楽なのか欲しいっていう場合にはもう全然これで問題がないんですよ。で球をもっと操作したい、高低打ち上げたいとかっていう欲求が高くなってきて、これがいわゆるこのクラブの優しいっていう部分が逆に難しいって感じちゃうんだったら210選んで。俺シングルになってきた、はい、G25 だった。おお、はいはい。パーオンリスがもう
劇的に上がるんですよ、この G シリーズを使うと、うん、適当なところに当たって。なんでやめちゃったんですか。それはもっと上を目指すためですよ。僕でも自分がアマチュアだったらこういうアイアン使いますけど、自分の練習量と比例すると思うんですけど、ラウンド行った時に結果が出やすいものを選ぼうと思うので、そうするとまあ、かっこつけて I210 使うか、かっこつけて I210 使うか、それとも、まあ、本当に例えば競技とか出るんで、G410 とかって普通にいいスコア出てる方がいいんじゃないですか。素晴らしい。じゃあ皆さんも G410 を。まあまあ、これだけ人気なのには訳があるっていうか、まあ、それだけ結果が出やすいクラブですよっていうのは間違いない。別にお世辞言う必要も全くないんで。うん、いいクラブってことは、まあ、それだけ売れてるのも皆さんが認めてる証拠だと思います。うん。